はい、どうも皆さん、こんにちは。ドライブと申します。今回もね、バイオハザードビレッジシャドウオブローズをプレイしていきたいと思います。前回はね、ドミトレスク城を無事クリアすることができて、今回からこのドナテやっていくんですけれどもね、ビレッジにおいてドナテはマジでトラウマの一部しかないですね。もうあの赤ちゃんが怖すぎるので、今作というかこのね、ローズ編でも赤ちゃんが出てくるのか。あいつマジで怖いからな。めっちゃ歓迎されてるからな。絶対ね、ようこそローズ。絶対ここトラウマになることは間違いない回やと思っております。1月5日。今日から小学校に通うことになった。ずっと行きたかったの。クリスにお礼言わなきゃ。テレビや本で読んだ通り、私と同じ年の子がいっぱいいた。挨拶するのは少し緊張したけど、それよりずっとワクワクしたよ。お友達がたくさんできるといいな。明日は私から話しかけてみよう。勇気を出して何人も話しかけたけど、誰一人もちゃんと返事してくれなかった。勉強はとっても簡単だった。全部ママとやったことばかり。だけどすぐに答え言っちゃダメみたい。後ろの席の子が私の悪口を言ってた。すごく困ったり、緊張したりすると手から白い汗が出ちゃう。今日はそれがとてもひどかった。あ、能力が出んのや。汚れたハンカチをずっと持ってるな、良くないって先生に注意された。男子にローズは汚いって言われた。毎日お風呂に入ってるし、服もハンカチもちゃんと洗濯してるのに、手から白い汗が出たらハンカチで拭くけど、止まらない時はずっと持ってるしかない。この汗で他の人は病気にしたりはしませんってクリスも言ってた。言ってもらったらいいな。初めて話しかけられた同じクラスのルーチーが、本当はずっとお友達になりたかったのだって。明日からランチ一緒に食べる約束もした。嘘でしょ、夢みたい。ルーシーの友達キャサリンとも仲良くなれるといいな。なんでこの日記がここにあるのかっていう話をね、ドナテ七不思議の一つ、ウィンターズ家のプライベートがここで全て丸分かりになってしまう。あー、何かをはめなあかん。赤子のプレートかな。で、ここに置いて絶対どうせ銃取られんのやろ。なんで私の絵があるわけ。怖いな。特に何もない。え、大きな結晶が、お、結晶あるじゃん。ですよね。こっからないよ。武器はいらないよね。誰の声？ちょっと、持ち物が。うわ、何かがいる。服に縫い付けられている。お医者さんごっこしよう。この子助けてくれたら結晶あげる。やるか。もう怖いよな、ここ。やるしかない。とりあえずあたりを捜索。いや、これまた、あー、びっくりした。決めとこう。能力も消されてるもんな。ジミーの部屋、誰やジミーって。趣味のあれよ、まあ、こんな人形の食いばっか集めて。水出っぱなしや、止める。特に何も、あ、開けられへん。あー、こんなサクサク進んじゃっていけるのは怖いよ。とても怖いよ。はい、鍵かかってる。なになに、何の音、何の音、何の音。あ、何、クリスだ。とにかく詰め込んだロッカー、本棚の写真立て、読書家の机。とにかく詰め込んだロッカー、本棚の写真立て、読書家の机。
にハサミがあるよってこと。ああ怖い、ああ怖い。とにかく読書家の読書家の机、本棚の写真だって。読書家の机、読書家の、お66。66、これか。この船ってさ、関係ないか。セブンで、いや関係ないか。44。セブンでエブリンがぶっ壊した船やと思ったけど、違うか。とにかく詰め込んだロッカー、これか。やっちゃう。とにかく詰め込んでるな。うえい。はい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 。ゼロ二。怖すぎやね。ついて開かない。ああ待って、ああ怖い。十分ないだっけ。ロッカー立って、写真立って、読書か。024466。これ開ける、ダーン出てくるやろ。怖っ、疲れたかね。024466。開けました。さようなら。どうなってるの。おいおい、気持ち悪い。窓ハンデ。はい。もう怖いってさ。せい、ハサミ、無理くり詰めた。どんな遊び、汚すなお人形。人形遊びならちゃんとできるよね。また今度は何？なーに、いろんなところにお人形置いて遊んでね。ルーシーって書いてあった。ルーシー、結晶が欲しいのはお人形遊びをしてね。気持ち悪いあいつ。え、気持ちも、気持ち悪いあいつでキャンプファイヤーだ。気持ち悪いあいつって、もう赤ちゃんのことしか出てこやんねんけど。でも今武器とか何もないから、ただとりあえず逃げるだけやねんけど、その逃げるが一番怖いねんな。あ、せや、子供でリフや、怖すぎるよ。マジでトラウマ再来。何これ、一体誰がやったの。なんでローザこんな冷静なの。何これ一体って。マイケルやっけ、助けて。あ、人形にいっぱいあるやん。ん、
なになに、あいつを祝う友達なんて誰もいないのにバカなやつ。あ、これローズもしかして。キャサリン。じゃあ出たくねえ。あ、通れない。一旦セーブします怖すぎるんだが。あー、こっち開かない。びっくりした。お、何しとんねんお前。あ、宮人形や。キャサリン持ってきたよ。どっちでもいけるな。ええ。今置くんじゃなさそうやな。あともう一個どっかに探し出さなあかん。でもジミーの部屋行かれへんし。人形遊びって何をさせたいの。あ、こういうこと。手から何か白いの出るんだって。あいつは洗ってあげよう。えぐいな。こうしたら怖すぎやろ。ああ、そういうことね、ガキっぽい。うん、行きたくねえよ。鍵外していく。地下行く。さあ、もうガンガン行く。もう怖いとか言ってられへんよ。なんこれ。あ、能力使えるよ。なん笑っとんねん。怖いよね、こういうの。下が見えない恐怖ってやばいよな。本当に気味悪い。で、上が見えない恐怖もやばいよな。ね、まあまあ。どうなってるの。監視されてます。これは、これ誰、誰でもないんか。名前ないやつか。
無駄のない人形。ってことはあっこか。くそ、扉の音に、扉の音にビクンってなった今。ここね。名もない人形。こいつここちゃうか。じゃあな、これプレゼント渡してる感出てるな。これは？指さしてる。どうぞーってやってる。とてもだ。あ、これ、水槽持ってるやん。で？今やって感じ？オッケー、人形ゲットしたよ。うわー、びっくりした。おい、お母ちゃん、お母ちゃん何してんの。扉の前だったら危ないって教わったよ、あんたからなあ。そんなとこ立って、あかんで。ルーシー、ルーシー。これがこっちやろ。うわ、燃えた。最低、ほんと最低。はい、電話の鍵。はい、電話鳴ってます。はい、もしもし、こちらドライブです。はい、もしもし。間抜けだね。まだ結晶が見つからないの？いいよ、教えてあげる。エレベーターに乗っておいで。でも、ママはここに来るのを許さないかもね。誰なの？エレベーターに乗っておいでって言ってる時点でこの部屋にはないじゃん。そりゃ見つかるわけないやろ、バカタレイ。自分の意志で扉を開けさせてほしいな。だるまさんが転んだって知ってる？マジで？え、これどっち？うわー、これ止まらなあかんやつ。うわー、マジかー、こういうゲームし、マジで言ってる。ちゃん嫌い、こういうの。捕まったらお前はおしまい。ヒューズがないと。セーブします。目をそらしちゃダメ。おお、目をそらしてダメね。オッケー。なるほどね。俺が鬼役ね。ほら、もうだるまさん転んだでしょ。一生見つめといたんだ、お前のこと。
うぅその体勢しんどいやろ、ママ。この体勢はしんどいっす。早く。いや、怖すぎやろ、これ。意外に足速いしな。で？でもこれ、俺の視界に入ってればいいんか。このモニター、モニターっていうか、カメラアングルに入ってれば、完全に目合わせてなくても、オッケーって感じね。で、これまっすぐ。これめっちゃ嫌な予感がしてるのは、ずっとこうやって後ろ向いて歩いてるやん。ほんまに一体だけがって話はね、行き過ぎたっていうやつよね、これ。向こう側から施錠されてる？あ、ふざけんなって。済みました。あ、こっち来た。ね、ほんまに一体かな。うわ、そっちから来るのね。やめなさい。勘弁してよ。ちょっと通りたいな、そこ。もうちょっと寄せるか。はい。オッケーオッケー。あー、二人いる。ママは一人です。そんな育ての親と生みの親とかいらんよ。はい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 。はい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 。うわ、マジ？これ無理か。うわ、ハグされてます。今のでアウトか。ママのぬくもりを感じながら死んでしまった。びっくりするわ。そんな話よ。ってことはもっと引きつけた方がいいね。もっと行きつけた方がいいってことね。いい。この辺ね。オッケー。こっちにもいるから、走る！え？そんな。そんな、なんかおもろいやん。エグザイルみたいになってるやん。どっちやったっけ？こっちか。びっくりした。3人目いました。何人いんの？1人。
緑バグってもう来れてないよ。これチャンスじゃね。いや、おるわ。サザエさんみたいになっとるわ。今度はさ、背後におんのずるない。今度はそのままバックしてたら絶対し。いや、絶対なんかおると思ったよ。ちょっと待って、お前ら待て。どうしたらいい、どうしたらいい、これ。右を寄せつけよう。はいはい、オッケーオッケー。で、こうしたら完璧。いいよ。おい、おい、おーい。動かない、どうして。おい、成功だ。話が違う。ルール違反です。なんでこんなことするの。結晶が欲しいんでしょ。欲しいです。どこにあるか知ってるの。ローズのために友達を用意したよ。ちゃんと遊べたら教えてあげる。友達。どうなってるの。え、絶対縮んでる。私縮んでいます。いや、これ読みたい。かくれんぼしよう。見つからずに私のところ。だるまさんが転んだ次はかくれんぼね。どういうこと。気づかれないようにしないと。あのライトに入ったらアウトってことね。相手のまずコードパターンを見る。こういうストーリーってこういう世界観なんかな。人間にバレないように。先に進めばいいの。わあ、いっぱいあるね。さて、ローズはどこに隠れてる。階段に登ったらいいんか。これ今よね。上のやつがどこ行った。あ、終わった説ある。バカめ。これが消えた瞬間バレたよ。まずいです。いった、ごめんなさい。じゃあ足引きずってるやん。まだアウトか。
めっちゃ足引きずってる。あんなにたくさん、なんとかしないと。まともに相手してられない。バカだろ。あーでもミアのとママから逃げるのが一番怖かったな。ここはまだ大丈夫やね。怖くあんま、この先に行きたいのに。怖くはないというか、こっちに足りんのか。いや、動き出すな動き出すな。うわー、あいつもうざいな。もういいかい？まだだよー。ちょっと待って、これどう行けばいいの。このタイミング、一回こっちまで行かなあかんですよね、これ。あの中は安全地帯か。オッケーオッケー、完璧完璧、いいよいいよ。まずい気がする。友達と仲良くできないと。おおおおおお、強気されるよ。冗談でしょ。怖すぎ怖すぎ。見つけた。今視界に入ってませんって。くるみ割り人形みたいになってるって。今視界入った。冗談でしょ。かくれんぼで隠れ続けてるから仲良くはしてるよ。見つかってないだけよ。完全に通り過ぎなあかんねんな。振り返りやがった。使えんのこれ。あざす。そういうことね。確実に倒さな無理なやつもおんのか。
お、行きます。あそこがベッドルームだったはずよね。使っとこう。あれ、俺道が違えてる？もしかしてやけど。戻ってきてますね、これ。ベッドルームってどこやっけ？これ戻って正解なんやった？さて、どこに隠れた？見つけた！嘘？見つけた！いやマジか。お前さんどこおったんや？一回これ死にたいな。こっちか。あ、いけたいけたいけた。うー。怖すぎやろ。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。早く逃げなきゃ。あー、こっから逃げるのね。気持ち悪い。友達がいないんだってね。女の子走りしたらあかんて。どうぞ。近寄らないで。ほら、友達は大切にします。あ、積んだ。えぐいなぁ、これ。もう黙って。あ、やっと見つけた人が。マイケル、助けて。ナイス、マイケル。友達おるよね。マイケルだけが友達やでも。これ以上聞きたくない。なんであいつら父さんのこと、会ったことないのに。さあ、わからない。何も知らないんだから。知りたいよ。知ってるのは私を守って死んだこと。時々まだ生きてたらどうなってるかなって想像するの。自転車教えたり、宿題手伝ったり、絵本を読んでくれたり、ずっとそばにいて褒めてくれたりした。私が不安になった時は、父さんならなんて言ってくれるのかな。おいで、見せたいものがある。
ああ、家や。ここはどこ？なんだか懐かしい。前に来たことある気がする。いっちゃん最初の家や。飾り付けがたくさんある。何か特別な日なの？飾り付けをする完了。ワインを買う完了。もう一つプレゼント用意する完了。リビングキッチン書斎。ミルクを飲むのが何より好きだよな。声が聞こえる。イーさんの声がする。父さん、ここは昔私が暮らしてた家なんだ。もしかして他のものからも父さんの声が聞こえるのかな。2階は興味ない？何かあるの？私ここにミアの薬が置いてあって、これこっちがローズの部屋やから、あ、オルゴール。思い出の曲だ、大切な。この曲なんだか懐かしい。好きだな。ローズの部屋行ったらなんか話進みそうやから、さっき書斎に行くか。E さんへ。2月2日はローズにとって初めての記念日。とびきり可愛いケーキを作るつもりで、あなたも期待してて。これからお祝いのために特別なケーキを作ろうと思ってるの。写真を撮るのはもちろんあなたに任せるわ。私たち家族のアルバムが分厚くなっていくのが楽しみね。母さんともしばらく会ってないな。ミアとも会ってないんよ。ここは何もないか。それらしきものはない。ここ私の部屋？子供の成長って早いな。ずっと見ていたい。ベッドがすごくちっちゃい。あとはこれで終わりか。なんかあるね。2月2日ローズのハーフバースデー。ハーフバースデー。あっという間の半年だったな。この瞬間の気持ちを記録しておきたくて手紙を書いた。少し感傷的になったかもしれない。誰かに見られたら恥ずかしいから今は棚の引き出しに入れておく。鍵はお気に入りの写真の裏に隠しておくか。お気に入りの写真の裏。どちらかというとローズはパパにかな。私幸せそう。写真の裏。誰からの手紙？ハーフバースデーおめでとう。プレゼントは約束だよ。たとえ何があってもそばにいる。誕生日にはろうそくを一緒に吹き消そう。朝はパパがご飯を作って学校へ送るよ。怖い夢を見たときは子守歌を歌おうか。不安なときは抱きしめて大丈夫って言ってやる。ローズはパパの宝物だ。それを忘れないで、パパより。イーさんマジでいい人やな。お前は愛されてない。うぅ、エイブリン。いや、マイケル、マイケル助けて、マイケル。いやここでもエイブリン出てくんねや。ねえ、知ってる？エブリンの声やったんか。
前が欲しがっているものはここにはないよ。じゃあ浄化結晶は持ってないってわけ？ここにあるわけないでしょ。それには深く潜らないと。もっともっと。かわいそう。また騙されちゃって。どうしてこんなことするの？誰もお前を愛さない。一人ぼっちで死ねばいい。一人ぼっちで。エブリン、おしまいだ。もう脱出する。この家ごと飲まれちゃえ。私が先だったのに。わお、脱出多いね今回も。どうしてお前が選ばれたんだ？一体何を言ってるの？いや無理じゃね？いや不可避不可避。今のは不可避。しまいだ。あれ解いた瞬間死んだよ。この家ごと飲まれちゃえ。私が先だったのに。先って？どうしてお前が選ばれたんだ？一体何を言ってるの？え、待って、これどうすりゃええの？不可避やねんけど。ルートミスってる？おしまいだ。もうこの家ごと飲まれちゃえ。私が先だったのに。こっちっすか？先もこっちだよね。どうしてお前が選ばれたんだ？一体何を言ってるの？ああ、やっぱ無理や。これ不可避や。ルートミスってんのかおんじゃ。おしまいだ。もうこの家ごと飲まれちゃえ。私が先だったのに。先って？あ、こっちしか無理よね。どうすりゃいいの？どうしてお前が選ばれたんだ？一体何を言ってるの？お前なんか、あ、戻んねや。どうしようもない。できたことない。エブリン怒ってるわ。欲張りは嫌われるよ。そんなそんな。こんなに友達を用意してあげたのに。ずっこいずっこい。帰るんだよ。お前の家族だよ。そんなのやめてよ。やばすぎやばすぎ。死ね、死んじゃえ。まだ逃げれる、まだ逃げれる。オッケー。私が愛されるはずだった。死ぬのずっと待ってた。離して。
マイケル。やめろ。どうして私の邪魔をするんだ。ここでもエイブリンのあれなんかな。急げ、急ぎます。マイケル、出てこられたんだね。油断するな、了解。まだ終わってない、了解。エイブリンが原因だ、了解。あの子のこと。このままでは館から出られない。君の力であの子を抑え込め。エイブリンが弱ればもっと協力できる。エイブリン戦う。持っていけ。気をつけて生きね。君ならできる。エイブリンと戦っちゃうの、とうとう。ここからは出られない。ずっと。なんでしょう。こっち。私はずっといい子だった。聞きができるまで待て。今です。まだ来ると注意しろ。ここね。みんな死んだら私を愛してくれると思ったのに。なのにみんなローズローズってそればっかり。ふざけんじゃねえよエブリン。セブンのお前がしたことは忘れられへんぞ。お前はここで死ぬんだ。いって。私が愛されてた。近寄るな。こんなのおかしい。いって。お前は一人ぼっちだ。空っぽだ。誰にも必要となんかされてない。痛い。だけど君は一人じゃない。優しいね。あ、いなくなるのはずるいないか。バッチリ了解。特別なのは私。力当て続けを手伝う。痛い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 。うん、そうだよ、そんなの。今、ま、出来損ない。ミング教えてください。逃がさない。ダンダンダンのタイミング。やだ、やめろ。強い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 。兄さん、諦めるな。結晶を見つけろ。今イーサンよね。マイケル、どこなの。イーサンの声ってめっちゃ落ち着くよな。ローズ危ない。あの時私をかばって離れちゃったんだ。
声は父さんの声。マイケルか。父さん。あ、そういうこと。諦めるな。結晶を見つけろ。彼のおかげで助かったのね。そういうことね。結晶を見つけなきゃ。ほら、見つけなあかん。絶対にセーブします。もう一人なのね。でも先に進まないと。はい、というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。トラウマ級に怖いドナテを無事にクリアすることができました。いや、まさかね、エイブリンが出るとは思わんかった。エイブリンが絡んでんねや。やっぱ絡んでるのがエイブリンの能力やねんけれども、このローズ編でまたエイブリンがあんなに出てくんねや。ねえ、マジで怖かった。ほんまドナテはやばい。トラウマ再来っすね。で、次回からね、マイケルが、マイケルイコールイーサーなのかな。マイケルがね、いなくなっちゃったんで、今回一人で行かなあかんっていう話をしてたけれど、マイケルの助けを得れないっていう最悪の状況ですけどね、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだね、チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとね、モチベーションにグワッとつながるんでね、ぜひともよろしくお願いします。じゃあまたね、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。